ベテラン声優の本気のアフレコが見たい、うん、本気のアフレコが見たい、うん、娘さんください、ください、おい、やめか真実はいつも一つ声優コレクション。三谷さん、カッペイさんとはもう長いって言って、カッペちゃんがもう、はい、もうデビュー成り立てぐらい、ちょっと二人同時に喋ってる先輩たちちょっと知り合いで、ね、確かカッペちゃんランマ2分の1の時だよね。そうです、ランマが最初です。中華料理屋さんでバイトしてて、はい、ほうほう、でね、ランマの時にある時にすっごい嬉しそうに僕のとこ来てね、はい、三谷さん、お風呂付きのお部屋が予約開始しましたっていう風にすっごい嬉しそうに言われたのを未だに覚えてる。すーちゃん、そういうことを逐一報告するぐらいの仲なんです。そうなんです。お家賃おいくらでした？家賃ですか、一番最初に住んだとこの家賃多分3万6千円ぐらいでしたね。最初に住んだのが、4畳半の一間の、うん、もうもちろんトイレも風呂もない、うん、そこから6畳に行って、うん、6畳で、トイレ付きみたいな、徐々にこうランクを上げていく、だんだん良くなってそれでついに風呂付きの部屋まで行ったという。部屋まで行った、はい、僕4畳半一間で、はい、ジャスト1万円うわー、ジャスト1万円お得ちなみに当時の三谷さんの印象ありますか？はい、取材の時にスタジオで取材をするんだけど、あのランマだから、うん、あの道着を着て取材しなきゃいけないんだけど、そっかそっか、なんかもたもた着てたら、はい、もう三谷さんがもうこう着て、こうやってこうやってこうですね、こうやってこうやって行ってきなさいもう着けてあげたの。着けてもらった。もう優しい優しいでしょ。優しい、本当に世話好き大ちゃんはカッペ君とは、大ちゃんはもう何だろう、長いですよね。長いです。いろんなところでこう一緒になってるけど、一番長いのはペルソナですか？そうですね、もうだいぶ10年近く前になりますけども、ね、そうなんですよね。先生相方だなっていう、草の池に行きたい、クマ。そう、クマの役をやっていらっしゃって、クマ、はい、もう何でもやるのね。私も何でもやるけど何でもやりますからね、お二人ここ選ばないんですカッペさんは、うん、国民的アニメの主要キャストを長年務めていらっしゃいますね。こうやって見ても分かる通り、はいはいはい、ちなみに声優歴は、はい、今年で何年目に、23でデビューしてるんで、今55なんで32年ですか。大ちゃんは？僕ですか、うん、僕は子役時代から36年僕は三谷さん52年すごい、だって50年超え、すごいっすね。すごい、尊いなもん。僕たちも長いかなと思いましたけど、うん、まだまだ50年言われたらね。そうですね。さあ、そんな声優歴32年、はい、カッペイさんのスゴ技が、うん、見られるこちらの企画に参りましょう。はい、アテレコファーストテイク、イエーイ、パフ。みんなやってんのこれ本当に？やってるの？やってますよ。どんな企画かと言いますと、はい、ベテラン声優の本気のアフレコが見たい、うんうん、ということでして、はい、番組が用意した動画に、うん、一発本番で生アフレコしてもらいましょうという趣旨でございます、うん、それベテラン声優も新人も関係ないじゃん。ちょっとタイトルはです、なぜこうなったかというと、今 YouTube で今流行っています歌の一発撮り動画、はい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 、ファーストテイクをもじった企画になっております。なるほど。ということで、ベテラン声優による生アテレコの一発本番撮り、カッペイさん、そして浪川くんにはこちらの男たちが戦っている動画にアテレコしてもらいます。ちなみに途中で出てくる女性役は僭越ながら私白鷺が務めさせていただきます。それでは山口カッペイ、浪川大輔による夢の共演アテレコファーストテイクです。スタート。ちょっとお願いします。この野郎の娘の家に向かって何を、おお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 
お前にも使命は、やんっつって言ってんだろうが、言ってんだろうが、そこなんとか、そこなんとか、真実はいつもひとつ。かっこいい。うわ、わかった、お父さん、結婚認めてくれますね。わかった、わかった、信じられない。よかった、結婚だ。もう、信じられない。よかった、結婚だ。 いやー大変だったね。みーちゃんさん、これ大変ですよ。これずーっと喋ってなきゃいけないもんね。いや、ずーっとめちゃくちゃ難しかったですし、あと、うん、カメラが 1,2,3,4,5 台も必要ないです。そう、あ、ほんとだね、ほんとだね。こういうご時世なんで、なんかね、人と絡んでやるのが久しぶりだったんで、めちゃくちゃ楽しかったです。今、アテレコやなんかはね、一人ずつ別撮りで撮ってるんですよ、はい、コロナの影響で ね。だから、絡みでやるっていうのがなかなか少ない、うん、でも、面と向かってやるっていうのはないですね。ない、それないですね。アクリル板があるとはいえ、うんうん、どこが一番難しかったですか？全体的にぶっちゃけて言いますと、素材が鬼のように難しい素材でした。難しかったね。あ、動き早いし、でも途中でちょっとアドリブでなんか出てきましたよね、キャラクター。はい、真実はいつも一つ。ダメですよね、ああいうのね。ああいうとこが僕のダメなとこですね。山口勝平イコール泣きの神様ですもん。泣きの神様。くそー、僕はなんて無力なんだ。僕はお前みたいな人間が許せない。